まず最初はこれよ。中学生か高校生くらいの女の子3人が森林をバックに撮影してるな。これは都内の高校生が京都に修学旅行に行った時のものよ。修学旅行にか？こんな自然の多いところが京都にあるなんて知らなかったぜ。京都って観光地だから一見、繁華街だらけのように思えるけど、上空から見たら、栄えてる部分と森の部分が極端に分かれてるのよ。まあそんなところが、紅葉とか自然っぽいイメージを京都に抱かせているんだけどね。おう、今日もさえ渡るうんちクレイム先生だぜ。しかし修学旅行でそんな森に行くか？清水寺とか金閣とかに普通行かないか？それは学年主任の先生のセンスね。寺より自然に触れることが大切だろってノリの人かもね。まあいいぜ。ところでさっきからこの写真のおかしなところを見つけてたんだけど、全然見つからないぜ。むしろこの子たちの楽しそうな雰囲気で怖くないのぜ。マリサ、そののぜって語尾はどこの言葉なの？コメント欄で、のぜってどこの方言？って載ってたわよ。そこ気になるか？のぜは、方言じゃないのぜ。富山の女の子がちゃってつけて可愛いなって、思ったから、私ものぜって可愛いなって思って使ってるのぜ。何か問題でもあるのぜ？のぜのぜうるさいわ。もうお腹いっぱいよ。この写真のおかしい場所のヒントもらっていいか？いいわよ。これは左の森のあたりに注目してみて。それでもわからないぜ。今回は降参だぜ。教えてくれ。諦めたわね。まあこれは難しいわ。視聴者の方もきっと見つけられた人は少ない、と思うわ。ここよ。おう。確かに顔のような白いものが、木のつるの近くにあるぜ。そうね。拡大するとわかるわ。それ、うわわ。完全に顔だな。女の霊かな？そうなの。これは霊能者に見せるとこのそばに墓のようなものはありませんか？というので調べてみると、やっぱり近くにお墓があったの。それは、生前よくこの泉にお参りに来ていたというおばあさんのものだったわ。そのおばあさんの顔ということか。亡くなった後も見に来てしまったということか。そうね。表情もよくある自爆霊のようにしそうな感じはしないでしょ？確かに微笑んでるような気さえするぜ。この霊に悪意や怨念はないそうよ。よかったぜ。青春盛りの乙女たちがわざわざ京都の森に来て霊に取り憑かれたんじゃ。かわいそうすぎるぜ。そしたら場所決めした学年主任の先生を恨むのぜ。そんなに学年主任の先生のことを責めないであげて。次はこれよ。道路の写真か？夜の道路をなんで撮ろうと思ったんだ？それはおそらくここで事故が起きて一応こんな場所で事故がありましたと、SNS で投稿しようとしたんじゃないかと思うの。ああ、よくなんでこんな場所で？ってところで惹かれてしまう人がいるからな。今はドライブレコーダーがあるけど、この撮影当時にはまだ普及していなかったと思うわ。ところでこれがなんで心霊写真なんだ？遠くに子供がいるだけのことじゃないか？そうよ。この子が問題なの。おそらくこの子は、ここで惹かれた子なんじゃないかと思うのよ。こんな子供どこにでもいるぜ。何でもかんでも霊にしちまうのはどうかと思うぜ。そうよね。でもね、私が鳥肌が止まらなかった理由は、この子を拡大したらわかるわ。それ、普通の子供だけどな。ってちょっと待ってくれ。これは、そうよ。気づいたでしょ？足元を見てみて。うわ、やっぱりないのぜ。確かに普通の子ではないよな。深夜にたまたま一人で歩いていた子。ではないでしょ？ということはやっぱりここで惹かれたこの霊が映ってしまったわけだな。そうだと思うわ。自爆霊は突然死んでしまった人の霊が多いって聞くからね。なんかかわいそうだぜ。早く成仏してくれ。次はこれよ。二人の若い男がリラックスしてるぜ。格好もスウェットでだいぶ気が緩んでるな。そんなに格好に関しては言わないであげて。これを撮ったのはこの部屋の主よ。ってことはこの友達たちは人の家で寝そべったりグーポーズしたりしてるわけね。グーポーズはいいでしょ。まあそれだけ心許した友達なんじゃない？そうか、よく見たら、テレビの下に懐かしの VHS があるな。これ懐かしい景色だぜ。そうね。VHS は1976年からスタートして、2008年前販売を終了するまで、30年弱も日本の映像業界を支えてきたわ。VHS 本当に長きにわたりお疲れ様と言いたいわ。どの立場から言ってるんだ？まあいいぜ。この写真の鳥肌部分がまだわからないぜ。これはちょっと難しいかもね。ちょっと色味を変えてみるわ。それ、色味変わった。すげえな。こんなことできるんだな。あっ、色味変えたらテレビに何か顔みたいなものが浮かび上がってきたぜ。そうよ。テレビに顔が映ってしまったのよ。拡大してみるわ。それ、おう、やっぱり顔だな。テレビが映ってたってことはないのか？モニター下のランプが点灯していないし、それはないわ。これは霊能者によると、近くのお墓に埋まってるおじさんの霊が浮遊してたまたま、映ってしまったものらしいわ。お墓が近くにあったんだな。テレビに映ることもあるのか。若者楽しそうだなって感じで見に来たのかもね。悪意はないらしいわ。おお、それを聞いて安心したぜ。
次はこれよ。若い女子たちが夜の外で集合写真を撮ってるところだな。これもやっぱり怖い雰囲気はしないぜ。一見そう見えるわね。これは奈良県の若草山焼きの、イベントに参加した人が写真を撮ったものよ。山焼き？って山を焼くのか？環境問題的にどうなんだ？マリサ環境まで考えてさすがね。若草山焼きは江戸時代からの伝統で、毎年冬に一夜に限ってやってることだから大丈夫よ。コロナの前は10万人も見に来てたらしいよ。綺麗なのぜ。山を焼くってこんなに綺麗なんだな。私も裏の山焼いてみようかな。マリサ、それは放火です。やめてね。それでこの写真の鳥肌が止まらないところわかった？一箇所なんだこれっていうものがあるぜ。ここはなんで肌色になってるんだ？よく見つけたわね。まさにそれよ。そこに女性の肩あたりに顔が映ってるわ。顔といえば顔か。なんかのっぺりしてるような。拡大してみるわ。やっぱり顔だな。左に目が見えるからな。しかし 2D っていうか平面な感じだな。そうね。霊能者が言うにはこの霊はこのイベントの騒ぎで集まってきた。浮遊霊らしいわ。顔に見えるけど、実は体の一部ということよ。やっぱり山を焼いたから山の神が怒ったんだな。それ、もののけ姫の発想よ。人間どもに我らの力を見せてやるって、そういう話ではありません。最初はこれよ。おお、古い写真だな。男が人が一人で記念碑のような場所で写ってるな。そうね、これはおそらく観光だと思うわ。これを投稿したのは東京に住む男性なの。なんかすでにヤバい感じがプンプンしてるぜ。ちょっと待てよ。後ろに見えるのはお墓のじゃないか？ああ確かにそうね。ここはお墓の周りのようね。あの木の板は外場といって、仏教のお経やご先祖様へのお礼などが書かれているわ。ちょっと霊夢。そんなとこでうんちくぶち込むなよ。お墓の周りで撮ってしまったんだな。それでこの中に頭から離れなくなる恐ろしいものが映ってるんだな。そうよ。二体の霊が映り込んでいるのよ。ええ？二体もか？それはやばいな。でも全然見つけられないのぜ。そうね。これは見つけるのがなかなか難しいわ。まず一つ目は男性の手のすぐ近くのここよ。本当だ。確かに小さな顔らしきものが見えるな。拡大するわよ。うお。左を向いてる顔が結構はっきり映ってるな。この他にもう一つあるってことだよな。そうよ。それは端っこのここよ。確かに小さなこの影みたいなものが見えるな。そうこれは子供ね。拡大してみるわ。うお。これはリアルな子供の顔だな。でもちょっと変形してしまってる感じが。そうなの。これを見た霊能者が言うには、前髪を垂らした女の子の霊だそうよ。そして気になる部分があるというの。気になる部分？女の子の口元が何かで覆われているように見えるけど、これは女の子の死因を表しているんだそうよ。口が覆われてる。それはどういうことだ？想像にお任せするけど、窒息させられたということだと思うわ。窒息？それはつまり丸されたってことか。それは事件じゃねえか。やばすぎるぜ。昔だからね。未解決事件なんて山のようにあったわ。今だって年間8万人の行方不明者がいるのよ。未だにそんなにいるのか？そうよ。これはあまり知られていない事実よ。9歳以下の子供に関しても、年間約1000人の子供たちが行方不明になってるの。まあほとんどはその後所在確認されているけど、昔だと発見されないケースも多かったわ。なんか意外と危ない国なんだな。この霊の表情が何かを訴えてるように感じるぜ。ちょっと拡大写真が怖すぎるので、次お願いします。次はこの写真よ。これは投稿者が子供の頃遠足で、札幌市にある北海道神宮に行った時のものよ。小学生かな。この頃に行く神社、正直あんまり興味ないだろうな。まあそうかもしれないけど、歩いてそこでお弁当を食べるにはちょうどよかったのよ。ってそうじゃなくて、この中に、ヤバいものが映ってるのわかる？あれ？右奥に一人だけみんなと離れて立ってる子がいるけど、これが霊なのか？生きてます。生きてる人を勝手に霊にしないで。左前の男の子が後ろを思いっきり振り返ってるけど、これは実は前を向いていた。そんなわけないでしょ？マリサ。ちゃんと見つけて。ちょっと難しいぜ。ヒントもらっていいか？いいわよ。敷地内の木の中よ。ここか。あ、もしかして上の方に見える顔か？ええ、そうよ。木の中の顔が子供たちを見つめているわ。拡大してみるよ。おお、なんか少し苦しそうな顔だな。眉間にシワを寄せながら顔をしかめてるのが怖いぜ。そうね。社の周りではなぜかこのような顔が目撃されることが多いの。ここにいる自爆霊が映り込んでしまったと思われるわ。こっちを見て怒ってるようにも見えるな。子供たちがうるさくても怒らないであげて。そうよ。遊園地をなくさないであげて。今話題の長野県のニュースぶっ込んできたな。いろんな意見の人いるからあんまり触れない方がいいぜ。次はこれよ。これは画家の S さんが作品作りの参考にするために、
2000年8月にロタ島の洞窟で撮影したものよ。ロタ島？初めて聞いたな。ロタ島はアメリカ合衆国内の自治領で、グアムのすぐ隣の島よ。ほう、グアムの隣に島があるんだな。それでその画家さんが洞窟の写真を撮ったのか。そうね。この洞窟をモチーフにしたいと思った S さんが、ここで写真を撮りまくったらしいわ。その中の1枚よ。帰って写真を1枚1枚確認していると、おかしなものを見つけてしまったの。それがこの写真なんだな。ちょっとこの雰囲気自体が怖くて、見つけるのがしんどいんだが。頑張って見つけてみて。ヒントはこの右あたりよ。あ、何か下の方に、顔らしいものがあるような気がするぜ。そう、そこね。拡大してみるわ。うわ、これは小さい女の子か？人形のような感じもするな。そう、これは女の子の顔ね。物陰から顔を出しているわ。まるで見つけて欲しかったような感じだな。そうなの。この写真を分析した霊能者によると、これはここで亡くなってしまったこの自爆霊らしいよ。ええ？こんな場所で？小さな女の子がか？それは事件的なものを連想させるな。そうね。こんなとこに親子で来て亡くなることは考えづらいわ。自爆霊になってしまってる。という事実を考えても、何か遺恨のある亡くなり方だったのかもしれないね。洞窟だけに怖いわね。実はロタ島という場所自体が戦時中に悲劇のあった場所なの。こんな島にか？何かあったのか？ここには第二次世界大戦前に日本人がたくさん住んでいたわ。でも戦争が激化すると、全員日本に帰るよう指示が出たの。その時に多くの人が急いで船で日本に向かったわ。おお、そんなことが。それでどうなったんだ？出航した直後に、アメリカ潜水艦に見つかってしまって、魚雷で沈没。全員亡くなってしまったのよ。ええ？それはかわいそうすぎるな。兵士だけではなくて、多くの家族が同乗していたの。小さな女の子ももしかしたらいたかもしれないわ。そうか。もしかしたらこの霊もその一人なのかもな。女の子どうか早く成仏してください。次はこのアイドルのツーショットの写真よ。本当だ。なんだか古い写真見た後に、現代の写真見ると、ほっとするな。コメントにも白黒写真が多いという声もあったわ。現代のもちょっと入れていこうかなって。そうだな。私もそう思うよ。個人的に古いやつは苦手なんだぜ。雰囲気ありすぎて怖すぎだからな。そうなの。でもほっとするような写真ではないのよ。これは、元欅坂46の米谷奈々美さんと日向坂46の佐々木美玲さんのツーショット写真よ。おお、かわいいな。街中でこんな二人が歩いてたら、こういうナンパしに声かけられてしまうな。ナンパし？まあそうね。かわいいからね。こんにちは。今何しているの？服おしゃれだねとか言われそうだぜ。マリサ、何そのチャラい感じは？あなた乙女なのよ。らしくしなさい。ああはい。それでこの中に頭から離れなくなるものが映ってるんだな。そうよ。ヒントはこの二人の間よ。間。小さい子がいるな。なんか違和感がある気がする。そう、その子よ。拡大してみるわ。うわ、なんだこれ？首がないぜ。そうよ、首がない子が映ってしまってるわ。なんか服装も清掃っぽいっていうか、不気味な感じがするぜ。これは、ネットで騒ぎになった写真なんだけど、これに関しては誰も説明できる人がいなかったわ。本人たちもその子を見たわけではないから、実際にいたのかどうかもわからないしね。まあそうだよな。でもこんな首のない子が歩いてたら、街中大騒ぎだから。実際はいなかったと考えた方が普通だぜ。そうね。つい楽しそうな二人に釣られて、浮遊霊がついてきてしまったのかもしれないわ。ナンパしじゃなくて子供がついてきてしまったんだな。それだったらまだナンパしの方がいいぜ。あら、そう？結構しつこい人は大変みたいよ。そうかもな。この二人は大丈夫だったのか？その後も二人とも活躍しているから大丈夫よ。むしろこの道に何かあるように思うわ。次は恐怖映像よ。今回はあるドラマシーンのものよ。ドラマにヤバいものが映ってしまったんだな。そうなの。これは女優の菊川怜さんが主演を務めたドラマにありえないものが、映ってしまったの。怖い系のドラマだったんだけど、内容とは全く関係のないところで、ヤバいものが映ってしまったわ。そうなのか。ちょっと見るの怖くなってきたぜ。ではその問題のシーンがこれよ。おお、なんか怜さんの後ろに矢印があったけど、一瞬だったせいで、よくわからなかったぜ。そうね、これは本当に一瞬映り込んでしまったの。もう一回スローで流すわ。うわわ、男が映ってるな。スローで見たらはっきりと、霊さんの後ろに男が映っていたな。そうね。これに関しては、スタッフが映ってしまったという人もいるけど、どう考えても距離が近すぎるわ。そうだな。こんな至近距離でスタッフが立ってたら、さすがに気づくよな。霊さんは何か気づいたことはなかったのか？あったらしいわ。
この映像は何度か見たらしいけど、最初に見たものと、男性の動きが変わっていたらしいの。動きが？そう。最初に見た時には男性の向いた方向が、真逆だったらしいわ。レイさんはそれを怖がっていたわ。映像自体が変わってしまったというわけか。なんかミステリアスな方向に行ったな。これは未だに謎が解明されていないわ。ええ？後味悪い終わり方するなよ。すっきり終わらせてくれ。最初はこの写真よ。小さい子供が写ってるな。観光地って感じもするぜ。ここは詳しいことはわからないけど、ふるさと民芸村のような場所のようね。ああ、お土産がたくさん売ってるような場所だな。ご年配の方がこういうとこ好きなイメージあるぜ。そうね。でも子供たちがいるから、出店なんかもあるところなのかもしれないわ。こんな平和そうな昼間の写真だけど、この中にヤバいものが写ってしまってるわ。うわ、これはヤバいな。早いわね。この写真は確かにすぐにわかる人もいると思うわ。そうだな。この一番前の小さな女の子の、左手が肘からないのぜ。そうよ。手の先が消えてしまってるの。もちろん生まれつきとかではなく、この時だけ消えてしまってるわ。かなりすっぱり言ってるな。しかも肘の先がもしあったら、隠れていたはずの人の足や影も、見えてしまってるな。完全に消えてるってことだな。これは霊能者が言うには、この子のように幼少期の段階では、霊的なエネルギーを受けやすいそうなの。浮遊霊のいたずらじゃないかということよ。いたずら？立ち悪いな。こんなにすっぱりと切れてるけど、この子の身に危険が迫ってるということはないのか？大丈夫らしいわ。小さな子にはたまに、こういう現象が起きてしまうことがあるらしいよ。そうか。そういえばさっきから私たちも腕の先が見えないぜ。いやいやこれはもともとよ。幼児じゃないしね。次はこの写真よ。この写真は夏のビーチで撮れたものよ。おそらくお盆あたりで、人混みマックスね。そうだな。こんなに人が多い昼間に、不気味なものが映ってしまったというんだな。そうね。この中の不気味なものすぐ気づかない？目立ってるところに注目すれば見えてくるわ。目立ってるところねえ？わからないぜ。手前のお姉さんも、カップルも普通だしな。真ん中で寝てる人も。あれ？なんだこれ？気づいちゃったわね。そこよ。この浮き輪から足が出てるんだけど、上半身や頭が見えないんだ。そうなの。足のサイズからして頭が、反対側から出てないとおかしいんだけど、この人の頭はどこにも見当たらないわ。これは地面に穴があって、そこに上半身をブリッジのような体勢で、埋めてるってことはないのか？そんなことしたらかなりトリッキーね。まあそれなら見えなくなるかもしれないけど、そんな人ビーチにいたら相当変な人よね。じゃあ実際にここに、足だけ置いてあったってのはどうだ？足だけ？もはやホラーね。ありえないでしょ？そんな状況だったら、大騒ぎよ。だよな。ってことはやっぱりこれは、霊的なものなんだな。そうね。拡大してみるね。やっぱり足は本物っぽいんだけどな。その通りなの。この足は本物よ。霊能者が言うにはこの人はここにいたんだけど、浮遊霊や憑依霊のいたずらでこの人の頭が見えなくなっているらしいわ。おお、また出たな。浮遊霊のいたずら。なんで浮遊霊はそんなことするんだ？もしかしてこの紙のように暇を持て余したからなのか？古いの出してきたわね。荒引き団のモンスターエンジンね。そのうち、私だって、出てくるかもしれないぜ。ああ、マリサが浮遊霊いじってる。絶対呪われるわね。ええ？それはやばい。嘘です。暇とかもう言いません。次はこれよ。これは昭和感のある写真だな。仲良さそうな子供たちが写ってるな。坊主の感じが昭和感があるんだぜ。下の女の子二人はまあ平成でもいけるな。何その表現は？上の男の子たちは昭和で、下の女の子たちは平成だって？男の子たちに失礼ね。ってことはちょうど過渡期なのかもしれないわ。ん？なんだなんだ何が始まったんだ？つまり昭和の最後の年は昭和64年なんだけど、1月7日に終わって、1月8日に平成元年になったわ。だから、1月8日の0時直前に撮った写真で、ちょうど下から平成が上がってきた瞬間、たまたま女の子たちだけが平成になってしまったのよ。はう。霊夢、そんなわけないだろ？だいたいこの写真はそんな夜中に撮ったものじゃないぜ。何が始まったのかもうドキドキしちまったぜ。突然憑依したようにうんちくするのやめてくれ。不遂ね。それで、この写真の不気味なものわかった？それがずっと探してるんだけど、見つからないぜ。これは難しいわね。後ろのこの部分に注目してみて。よくわからないぜ。拡大できるか？いいわよ。それ、この真ん中の白い顔か？それよ。さらに拡大してみるわ。それ、うわわ。これはやっぱり顔だな。顔が部分的に見えてる感じがするぜ。そうね。言い忘れてたんだけど、この場所は墓地なの。墓地？ちょっとそれもっと前に言ってくれよ。平成になる瞬間とか話してる間に、
その情報を知りたかったぜ。墓地にこの子たちはいたのか。そうね。子供って無邪気だから墓地で遊んだりしてしまうのよね。かくれんぼとか。お墓でかくれんぼだけはやめた方がいいぜ。もう出る予感しかしないな。そうね。ここに映った霊も、子供たちの楽しそうな雰囲気に、釣られてきてしまったのかもしれないわ。そうだな。墓地行くのはお墓参りだけにしてくれ。次は有名人の不気味な写真よ。お、有名人コーナー、なんだか最近この流れだな。この前の石原さんのは好評だったようだぜ。ああ、それは男の視聴者の反応でしょうね。昔からホラーと綺麗な女性は相性がいいとされてきたわ。今まで様々な美人女優たちがホラー映画に出演。確かに何か理由がありそうだと調べてみたわ。ちょっと長くなりそうならやめてほしいが、何か妥当な回答はあったのか？ブスが悲鳴上げて取り乱したら誰が幽霊かわからなくなるだろって。回答が一番しっくりしたわ。おいおい、それはやめとけよな。ブスってあんまりいい言葉じゃないんだぜ。大丈夫よ。ブスなんてこの世にいないわ。女性はみんな美しいわ。それは偽善者回答だな。まあいいぜ。それで早く写真に行ってくれ。そうね、これがその写真よ。この男性は歌舞伎役者の中村獅童さんよ。これを舞台脇から市川海老蔵さんが撮影したものらしいわ。ほう、大御所じゃないか。その中村さんの後ろに何やら白い着物を着てる人が見えるんだが。まさにそれよ。拡大してみるわ。これははっきりと写ってるな。もろに霊って感じの格好してるぜ。そうね。この写真は海老蔵さんが、ブログに載せた時に、心霊写真ではないか？とネットで噂になったものなの。あからさまに霊だからな。舞台にいる自爆霊的なものなのかもな。どうかしらね。この写真について、詳細は不明なんだけど、守護霊では？との声が多いわ。それだったら害はなさそうだな。舞台脇にいた海老蔵さんからは、見えてしまったのかもだけど、袖は切って、暗いから何か出るのもわかるぜ。最後は恐怖映像よ。今日はスウェーデンの YouTuber、パトリックさんが投稿したものを紹介するわ。YouTuber が撮るのって、加工とかなさそうだからリアルだよな。そうね、これに関しても、自宅の地下室で偶然撮れてしまったものなの。地下室か。嫌な予感だぜ。それでは行くわ。なんか影みたいなものが、横切ったよな。そうよ。影が横切って、この後にその方向を探したそうなんだけど、そこには誰もいなかったわ。これは幽霊なのか？海外では多くの目撃霊があるシャドウピープルと思われるわ。シャドウピープル？初めて聞いたな。それは幽霊なのか？そう考える人もいれば、宇宙人などの未確認生物だと思ってる人もいるらしいわ。とりあえず人ではないってことか。そうね。もう一度スローで流すわ。動いてるな。ひ、やっぱり動いてるのぜ。影がうごめく感じが恐ろしいな。そうね。きっとここにいた撮影者はもっと怖かったろうね。自宅だしね。そうだよな。自宅でこんなの見たら、もう地下室封印するぜ。そうね。でもなぜマインクラフト？まあいいわ。今日はここまでよ。まず最初はこれよ。おう、本当にすぐ始まったぜ。なんか感動だぜ。この写真の場所はどこなんだ？多分公園ね。二人のご婦人が話をしてる最中を撮った感じね。あの、おばさん二人が話してるのをなんで撮りたかったんだ？おばさんって、ちょっと失礼よ。マダムと言いなさい。このマダムたちを含めた景色の写真を撮りたかったと思うの。自然がいっぱいでなかなかいい雰囲気のところでしょ？マダムか。まあそこはいいか。ここいい雰囲気か？ここは埼玉の有名な心霊スポットを思い出しちまったぜ。どこ？そんな場所があるの？ああ、心霊番組でやってたぜ。確か、秋ヶ瀬公園だぜ。なんか聞いたことあるわ。そこにこの場所が似てるってこと？この写真が秋ヶ瀬公園だぜ。少し似てないか？確かに似てる気がするわ。その公園はそんなにヤバい場所なの？ヤバいなんてもんじゃないよ。自死だけでも7件。首吊り、昇進、銃、溺死、練炭などなどだぜ。ええ？そんなに？いやまだまだ。殺人事件も2件起きていて、その他に身元不明の遺体が2名発見されてるんだぜ。ひえー、
何それ？激ヤバじゃない？それについ最近もまた事件があったばかりだぜ。そんなヤバい場所があるのね。行きたくないわ。いや、行ってあげてくれ。そんなイメージを解消すべく、秋ヶ瀬公園では、犬イベントを盛大にやるようにしてるんだぜ。犬？犬ねえ。犬でイメージ解消できるの？そうだなぁ。チャンスは一回だな。え？どういうこと？ワンちゃんだけに、ワンちゃんあるな。はは。寒い親父ギャグね。風邪ひきそうだわ。それでこの写真のどこがおかしいかわかった？おう、わかったぜ。この真ん中の女の人の体が消えてしまってるんだ。そうよ。これはわかりやすかったわね。この女性の体がないのよ。というかなんだ？撮影者やこのマダムたちが言うにはここにはその時誰もいなかったらしいわ。え？嘘だろ？こんなにはっきりと映ってるのに。この人が霊だって言うのか？そう、受け入れがたいわよね。でも高さ的にここに頭は来ないでしょ？そうだな。確かにこんな上に頭があるのはよっぽどモデル体型じゃないと無理だな。モデルって、この女性はいなかったということなのよ。そしてその他に2体映ってしまってるの。え？その他に？ 2 体も映ってるのか？そうよ。これは難しいからこの上の木あたりに注目してみて。わからないぜ。どこにいるんだ？こことここよ。うわ、確かに顔っぽいものがあるな。特に右側は女性なのがわかるくらいはっきり映ってるわ。この3体ともここにいる浮遊霊らしいわ。3体も。やっぱりここの公園はヤバい場所っぽいな。そうね。霊能者もここに長居は無用だと言って注意喚起してるわ。そんなヤバい場所でおばさん。マダムたちは雑談してるんだな。そうね。早いとこ移動してって言いたいわ。そうだな。もっと明るいとこで話してくれ。次はこれよ。これも少し見つけにくいかもしれないわ。おお、古そうな写真だな。浴衣着てるからお祭りの時の写真か？そうね。これはかなり昔の京都で行われたお祭りの場面らしいわ。京都か。それっぽい気もするぜ。古いから画質がもやっとしてるけど、今のところこの中でヤバそうなものは、ないように思えるぜ。そうね、これは難しいかもしれないわ。少し色味を変えてみるね。おお、色が明るくなったぜ。霊夢そんなこともできるんだな。これだとわかりやすいかもな。何個か怪しい気が。どこ？早速見つけたの？女の子の顔の前にあるこの部分はどうだ？それは違うわ。光が映ってしまったのね。実はここよ。ここにヤバいものが映ってるわ。暗いからな。拡大してくれ。それ、どう？見えた？うわ、これ結構はっきり顔が映ってるな。右の頬が消えてて怖いけどな。そう、これはお祭りの騒ぎで釣られてやってきてしまった霊よ。どうやら50代の男性の霊らしいわ。そうなのか。お祭り好きの霊なんだな。そうね。霊能者が言うには特に悪意や怨念はないらしいわ。それを聞いて安心したぜ。次はこれよ。この中に目を疑いたくなるものが映ってるわ。そうなのか？女子中学生っぽい子たちが楽しそうに映ってるんだけどな。そうね。これは北海道の中学生が、京都に修学旅行に行く時の列車内で撮影されたものよ。マリサ、北海道と青森をつなぐ青函トンネルって知ってる？ああ、知ってるぜ。有名だよな。そうね、1988年に開通した当時世界一長かった海峡トンネルよ。この写真はまさにそこで撮ったものよ。ああ、だから窓の外が少し暗いんだな。でもトンネルの中とか中学生なら大はしゃぎだぜ。そうね、トンネルで暗くなると女子が怖いって言って、男子が全然怖くねえよって、強がるシーン想像できるわ。なんだその妄想は？まあありそうだけどな。ところで、この写真でヤバいのは窓じゃないか？その通りよ。この窓にヤバいものが映ってるわ。やっぱりか。なんか白い骸骨の顔みたいなものが見えるぜ。その通りで、これは骸骨ね。左側を向いてる横顔なのがわかるわ。トンネルの外から映り込んでしまったわけだな。拡大してみるね。骸骨がなんだか悲しそうな顔してる気がするぜ。怖すぎだろこれ。そうね。この霊能者が言うにはこの骸骨は、青函トンネルの工事中に事故で亡くなった。男性の霊らしいわ。工事でか。重機の事故とかなのか？青函トンネルを建設していた当時、海水がトンネルに入り込んでしまう事故が、多発したの。建設中には34名の尊い命が失われたわ。大規模工事だもんな。ましてや海底だからな。無念な思いで亡くなった人もいたってことか。これはそのままここで自爆霊になってしまった人の霊らしいわ。なんか悲しい気持ちになったぜ。にしても骸骨露骨すぎて怖いぜ。次行ってくれ。次は投稿者が中学生の時に、修学旅行で長野県の五泉水に行った時の写真よ。おお、なんか自然の多そうなとこだな。真面目そうな中学生たちが写ってるぜ。真面目というか、笑顔がないぜ。場所ミスじゃないか？修学旅行でこういう場所のチョイスはどうなんだ？そこ？いいじゃない。先生が決めたんでしょ。大自然を多感な生徒たちに感じて欲しかったのよ。
いや私にはこの子たちの声が聞こえてくるようだわ。なんで長野なんだよ、京都とか東京とか。若者が盛り上がるとこあるだろがってな。中学生じゃ先生の決めた場所は絶対なのよ。反抗したら内申点下げられるかもしれないからね。それは卑怯だぜ。負けるな中学生。って話それたな。この中でヤバいもの、わかってしまったぜ。真ん中あたりの男の子の左後ろに何かいるな。そうよ。マリサ見つけるのが早くなってきたわね。ここに他の学生とは明らかに違う感じの人影があるわ。そうだな、ぼやっとしてるっていうか。体もないし、浮いてる感じだな。拡大してみるね。ひぃ。拡大してみると怖いな。やっぱり顔だぜ。男性だな。そうね。これはここでお亡くなりになった浮遊霊が映ってしまったそうよ。修学旅行に映り込む霊の多くが、自分も行きたかったという無念の思いで、集合写真に映り込んでしまうらしいわ。そうか。気持ちはわかったけど、できれば写真には映らないでもらいたいぜ。いいじゃない?記念になるし。なるか。せっかくの思い出の写真見返せなくなるぜ。最初はこの写真よ。おお、猫の写真だな。このチャンネルで動物出てくるの珍しいよな。そうね。心霊写真って基本的に、人間の背後だとかそういう場所に多いからね。今回は猫のバックに映ってしまったわけだな。そうなの。撮影者は可愛がってるペットを、自宅の庭で映しただけなんだけど、そこに目を疑いたくなるようなものが、入ってしまったの。そうなんだな。この中に。左側が暗いからそこに何かいるのか?そこではないわ。ヒントは上の右端の方よ。右端。え?何これ?見えてしまったのね。そうなんだぜ。上の端っこに子供らしき顔がある気がするぜ。頭だけ落ちてる感じだな。そうそこなの。拡大してみるわ。うわ、やっぱり子供の顔だな。拡大したら、はっきりとわかってしまったぜ。そうね。ここまではっきり映ると子供の顔にしか見えないわ。ここにたまたまいた子供ってことはないのか?撮影者が言うには、撮影時に庭には誰もいなかったそうよ。あと、地面に子供の顔だけあるのはどう考えてもおかしいわ。そうだな。それはおかしいぜ。じゃあ霊なんだな。何か恨みがある感じなのか?そうでもないみたいよ。これを見た霊能者がこんな話をしていたわ。あるおじいちゃんが孫が生まれて喜んでいたの。そしてその孫に船のおもちゃを買ってあげたんだそうよ。おお、ありそうな話だな。おじいちゃんに溺愛されてよかったな。ところが、孫がその船のおもちゃを使って、川で遊んでいた時に溺れてしまって、そのまま亡くなってしまったの。あまりにも悲しんでいるおじいちゃんのために、家族はその船のおもちゃを捨てずに、残しておいたそうよ。ええ?なんだ急に悲しい話になったな。おじいちゃんの悲しむ顔が見えるようだぜ。その船のおもちゃが置いてある部屋に、亡くなったはずの孫が遊びに来たそうよ。ええ?いきなり霊の話か。急展開だな。その船の周りには水に濡れた子供の足跡が、ついていたの。なるほど。なんか少しいい話かもしれないぜ。この写真に写った霊を見ながら、今回も子供の霊が遊びに来ただけと言っていたわ。なるほど、じゃあ邪気とかはないってことだな。少し安心したぜ。そういえば猫も警戒してないもんな。動物は第六感が鋭いって言うから。そうね。今回は悪い霊じゃなくてよかったわね。次はこの写真よ。また古い写真だな。古い写真は、独特の写真の荒さが怖くて苦手なんだぜ。この写真は女性3人が観光地で撮影したものね。石に登ってる人もいるな。しかも裸足で。ちょっとワイルド系な3人なのかもな。少し後ろの泉で遊んだのかもしれないわ。さっきからおかしな点がないか探しているんだが、全然わからないぜ。わからないの?わからないぜ。そんなにわかりやすいのか?いや、これは実は写真の一部しか見せてなかったの。全部を見せればすぐにわかってしまうわ。なんでそんな回りくどい見せ方するんだ?最初から全部見せてくれ。それじゃあ面白くないでしょ?マリサがどこにあるかわからないって、悩んでる表情見るのが好きなのよ。出たな。ドエスレイムめ。いいから全部見せなさい。そうね。これが全体写真よ。ここのどこかに、結構暗い部分が多いからわかりにくいかもな。いや、これはそういうものじゃないわ。全体をぼやっと見てみて。全体をぼやっと。何これ、大きい顔に見えるぜ。そうその通りよ。泉から出てるもやが、大きな顔になっているの。怖すぎるだろ。しかもこの顔は、この女性たちを見てないか?そうね、思いっきり見てるわ。これはここで丸された女性の自爆霊ということよ。ここで?それはやばいな。犯人はもちろん捕まったんだろうな。ところが霊能者が言うには、この霊は私はここにいるというメッセージを、送っているそうよ。つまりまだ発見されていないということね。それは、まだ行方不明のままの事件ってやつか。ここにいると知らせたくて出てきたわけだな。観光客が来るたびに出てるのかもね。この場所危なくないか?行ったら呪われそうだぜ。
この土地からは非常に強いマイナスエネルギーが出ているそうよ。見つかってほしいけど、私はここには絶対行きたくないぜ。次はこの写真よ。大股古いな。学生とスラッとしたお姉さんのツーショットだな。これはある総大生が高校生の時に、修学旅行で行った万博で撮ったものよ。万博ってあの岡本太郎の太陽の塔があったやつか？そう、それは有名な日本で初めて行われた大阪万博ね。これは75年に沖縄であった万博だと思うわ。このお姉さんは万博のガイドさんだと思うの。それでこの中にヤバいものが映ってるわけだな。あ、もうわかったの？鋭いわね。男子学生がさりげなく体を傾けて、美人ガイドさんにもたれかかろうとしているぜ。本当だ。さりげなくガイドさんに肩でタッチしてる。って違うわ。そんなとこのわけないでしょ。ちゃんと見つけて。すまんすまん。わからないぜ。ヒントはこのガイドさんの腕のすぐそばよ。え？何これ？ヒール履いた足が、足首から消えてるぜ。ヒー？そうそこよ。拡大してみるわ。やっぱりヒールの靴だな。足首から徐々に消えてる感じが、ホラーだな。そうね。万博っていろんな人が世界中から来るから、賑やかさに惹かれて霊も集まってしまうのかもね。ちなみに大阪万博では、黒いドレスの女の霊の目撃情報があって、未だに万博後で見たって人もいるの。黒いドレス。ってことはヒールだよな。この写真の霊もヒールだな。マリサ、考えすぎよ。きっと偶然の一致よ。霊夢、なんか無理やり否定しているように聞こえるぜ。かえって真実味が出て怖いんだぜ。次はこの写真よ。これはネットで有名なものね。有名な心霊写真とかあるんだな。そりゃあるわよ。例えば最近一番有名なのは、これじゃないかしら？リューチェル、後ろ後ろというタイトルで、SNS 上で思いっきりバズったやつよ。人気のタレントだよな。なんか最近離婚騒動で、さらに有名になってるよな。そうよく知ってるわね。その彼の背後に、ヤバいものが。って違う写真紹介してしまうところだったわ。いや、これはこれで気になるから、どこにヤバいものがあるかだけ教えてほしいぜ。じゃあ言うわ。ここよ。これは完全に写ってるな。女の顔。そうなの、これは視聴者が発見して、本人に教えたの。彼は視聴者からこれが指摘されるとこんな感じで反応しているわ。可愛い反応だな。結局これは何だったんだ？結局これは、ただのキノコだっていう意見に賛同の声が多いわ。いやいや、キノコではないぜ。キノコにしては顔すぎないか？ちなみに撮影の時の別な写真には、何も写ってないの。だからこれは本物じゃないか？という説もあるわね。森の妖精的なものじゃないかということよ。森の妖精か。つまりもののけ姫の小玉さんだな。そう、カタカタカタって。あの、本来の写真の方紹介していい？ああ、だいぶずれたな。もうこれで4枚目ということで、いいんじゃないのか？いやいや写真見せて、脇道それて、戻ってこないって最悪よ。私はそこは真面目なのよ。真面目。まあいいぜ。ところでこの女子会的な写真なんだが、右の女の子の頬になんだかもやっとしたものが見えるな。そうなの。頬がふっくらしてるでしょ？オタフク風の前兆ね。おいこらこらそんなわけないだろ。ちゃんとやりなさい。嘘よ。霊夢ちゃんギャグよ。それ最近ちょいちょい入れてくるよな。それで、この女子の頬を説明してくれ。では拡大してみるわ。ん？顔じゃないか？そうよ。この女の子の頬にくっきりと顔が、出ているわ。この表情怖いぜ。なんでこんなことになってるんだ？解説しなかったけど、この子たちは、誕生会をしていたの。そして、ここに来たがっていたのに、誘わなかった子がいたらしいわ。本人たちがこの写真を見て、まさにその子の顔に似てるって話になったのよ。う？行きたかったって思いが生きようを、飛ばしてしまったわけだな。よっぽどの恨み的な感情があったんだろうな。女の恨みは怖いわ。誕生会一つで、生きようを飛ばしてしまうんだものね。次はヤバい映像よ。おお、来たな、映像。この前のやつは実写だけに、リアルに怖かったぜ。うん、凶悪事件のものね。あの声は未だに解明されていないからね。声って、まあいいぜ、今回は、このパリピ完全会のレディーたちのものか？そうよ。まさにパーティー中に映した映像よ。これを TikTok に投稿したの。すると、それを見た友人たちから、ヤバいものが映ってるよと次々と指摘されて、それが噂になって拡散した映像ね。ということは本人たちより視聴者が気づくのが先だったわけだな。さっきのユーチェルもそうだが、それ言うのやめていって投稿者としては思うだろうな。そうね。今回の映像もリアルに映ってしまってるから、よく見てね。では流すわ。う？最後のあたりで右側奥に、何やら人の顔があった気がするぜ。そうよ。一瞬普通に人が映っただけに思えるけど、何やら顔がもやっとしてるわ。
それによく見てみたらホラー感のあるマスクをしてるの。マスク、それは怖いな。もう一度見せてくれ。いいわよ。では行くよ。うわ、やっぱりマスクだな。しかももやっとしてるから、仮装とかではなさそうだぜ。そうね。そこにいた感じではないわ。この映像は、実はもう一つヤバいものが映ってるの。ええ？これの他に何かあるのか？そうよ。最初の方の左の女の子の肩に注目してみて。流すよ。う？なんか黒い手が女の子の肩にがっちりあるぜ。よく見るとこの手の感じは普通の人間っぽくないな。そうね。画像で見てみるわ。やっぱりこの手の感じはヤバいぜ。右側のこの手にしてはゴツすぎるよな。マスクの方もアップしてみるわ。うわ、やっぱり普通じゃないぜこの顔は。この二つが点と点で繋がってしまったわけだな。そうね、一つだけなら偶然で済んだのにね。嫌な終わり方だぜ。最初はこれよ。ほう、なんだか古そうな写真だな。今時こんなサスペンダー着てる子はあんまりいないぜ。そうかもね。でもそこは気にしないで。これは兵庫県の高校生たちが修学旅行で行った先の、長崎県天草半島の田平港から長州港までフェリーで移動中に撮影したものなの。そうか。昭和な乙女たちが確かに楽しそうだぜ。さっきから気になってるんだが、中央の女の子たちの後ろに煙みたいなものがあるのは違うのか？それよ。この写真はわかりやすかったわね。これが後味の悪い恐怖なものよ。なんとなく顔のようなものが見える気がするぜ。そうね。ではその部分を拡大してみるわ。うわ、やっぱり顔だな。下の方が顔っぽいぜ。髪型からすると女の人か？そう、これを見た霊能者が言うには、これは天草四郎と木定が最後に討ち取られた時に、お供していた侍女ではないかということよ。天草四郎ってあの歴史の授業に出てきた人だよな。なんとなくイケメンのイメージで出てきた気がするぜ。そうね。この辺りの場所で亡くなったの。資料を見るとどうやらイケメン説が有力ね。江戸時代初期のキリシタンで、島原の乱を起こしたリーダーよ。戦いは追い詰められて、3ヶ月籠城したけど、食料が尽きてしまって討ち取られてしまったわ。天草四郎の首はその後、出島の正面入り口にさらされたということよ。うじゃあ、長かったぜ。霊夢のうんちく止まらないな。まあ天草四郎が最後悲惨だったのは分かったぜ。晒し首って冷静に考えるとやばいよな。晒し首じゃないけど、私たちも首だけで話してるわけだけどね。いやいやこれは見えないだけなんだぜ。その天草四郎のお供してた女性の霊なんだな。そうよ。賑やかな高校生たちについつられてきてしまったのね。次はこの写真よ。中学くらいの女の子がピアノを弾いてるな。発表会か？舞台の上だろうな。そうよ。これは投稿者が中学の時に北九州内で行われたピアノ発表会の写真を、何年か経って後に、不思議さに気づいて霊能者に見せたものなの。不思議ねえ。足とかではないな。顔の後ろの影も別に変ではないしな。これはいつもとは違うわ。あるはずのものがないのよ。あるはずのもの？ピアノに注目してみて。あれ？なんだこれ。ピアノが途中から消えてるぜ。そうなの。一見こういうアップライトのピアノかと思うけど、ここを見て。これはやばい。2本足で立ってしまってるわけだな。そうよ。2本足でピアノが立ってることになってしまうわ。やはりこれはグランドピアノで途中から消えてるわけね。なんでこんなことになってるんだ？この土地が問題らしいよ。この建物は無縁仏の墓地跡に建てられたもので、その方々のマイナスエネルギーが、このような現象を生んでしまったらしいわ。そうなのか。ピアノを消しちまうくらいのマイナスエネルギーってやばそうだな。そうね。マリサはマイナスイオン出てるから、大丈夫よ。私は滝壺か？まあ言われて悪い気はしないぜ。次はこれよ。これは昭和の番組とかで、よく取り上げられた有名な写真よ。そうなのか？まあ昭和感はすごいな。なんで昭和感感じるんだろうな。右の男の子の帽子かな？最近帽子かぶってる子見なくなったしな。いや私は左の子が上半身裸だからだと思うけど、まあそこ気にしないで。どこに後味の悪いものが、映ってると思う？そうだな。写真が荒いからな。地面が濡れてるところか？それは普通よ。暑かったから誰か打ち水したんでしょ。ヒントはこの真ん中の女の子の肩あたりよ。うわ、これは顔だな。なんか恐ろしげな顔が、女の子の後ろにいるんだぜ。そうよ。ここを拡大してみるわ。男の顔だな。口を開けて苦しそうだぜ。これはここの後ろに見える雑木林に幽霊だそうよ。ここは多くの人が自慢する場所で、この当時有名だったの。
そういえば、この男の霊が口を開けているのは、首丸りの時の断末魔のようにも見えるな。おお、さらっと怖いこと言うわね。まさにそうじゃないかと言われてるわ。そう考えるとアップで見るの怖いぜ。子供たちをそっとしてやってくれ。次は有名人のものよ。おお、有名人ネタ最近増えてきたよな。また出てこないかな？韓国俳優。残念ながら韓国人は出てこないわ。この写真は大島優子さんと高橋みなみさんが、二人ともまだ AKB メンバーだった頃に SNS に載せたものよ。おお、やっぱり二人ともスター性があるぜ。バッチリ決まってるな。そうね、一見普通のいい写真なんだけど、この中におかしいものが映り込んでいるわ。そうか？今のところ見た感じで、おかしいものは何も見つからないぜ。二人とも、パン丸丸見えにならないように、手でスカートを押さえてるところが意識しすぎてておかしいぜ。こらこら、どこ指摘してるの？女子全員的に回す気？違う違う。ヒントは鏡の中に映ってるものよ。まさか。このバッチリ映ってる白服の女の人が。それは私も実は気になっていたの。でもメンバーに白っぽい服着てる子もいるかなって。ただこんなただの白服着るかな？って疑ってもいるの。ここに映ってる別のヤバいものを考えると疑ってしまうわ。そんなヤバいものが映ってるっていうのか？そうよ。鏡に映った大島さんの手を見てみて。てか。あれなんだこれ？わかったわね。現物の大島さんが手を前に持ってきているのに、鏡には後ろに伸ばしているように映ってるわ。しかもその手を見て、拡大してみるよ。うわわ、なんか変な感じに変形して伸びてるな。形が人間の手っぽくないぜ。そうね。この写真が投稿されるとファンの間で、心霊写真じゃないのか？と噂になったの。そりゃそうだよね。これだけおかしなものが、映ってるとな。それで解決したのか？様々な意見があったけど、結局誰もこのおかしな手を説明できなかったわ。え？ということは本物って可能性が高いってことか？残念ながらそう思うわ。そしてこの白い服の女の人も怪しいと思ってるわ。なるほどな。なんか手の感じからして、あんまり触れない方がいいと私の直感が言ってるぜ。そうね、これは深掘りはやめましょう。最初の写真はこれよ。ほう。鼻血が出るくらいのがっつりイケメンね。そうね。彼は韓国の人気俳優のソン・ジュンギよ。このグラビアは香港で撮られたものよ。そうか、海外ものは久々だな。こんないい写真の中にヤバいものが写ってるんだな。そうね。イケメン俳優がまばゆすぎて見つけづらいかもしれないけど、頑張って見つけて。そうだな。やっぱりか。道理でな。何かわかったの？ああ、やっぱりこの俳優は私の好きなタイプの醤油顔系イケメンなんだぜ。醤油顔？タイプ？どうでもいいわ。マリサ、ちゃんとやりなさい。嘘だぜ。この写真だとわからないぜ。ヒントもらっていいか？いいわよ。ソン・ジュンギの左側よ。左側。なんかもやっとしてるところがあるな。そうよ。そこを拡大してみるわ。それ、うわわ。これはさえ渡るイケメンだぜ。てこら、霊夢拡大するとこ間違えてるわ。あっついずれてしまったわ。霊夢こそちゃんとやってくれ。鼻血出たわ。ダラダラじゃない？大丈夫？それじゃあもう一度行くわ。それ、うわわ。左側に顔があるな。前髪の感じが女性っぽいぜ。そうね、これは女の霊ね。笑いながらソン・ジュンギを見つめてるわ。これは生きようじゃないか？ファンが撮影にまで生きようを飛ばしてしまったんだぜ。その線もあるわね。このグラビアをいち早く報じたのは、中国のメディアだったわ。幽霊の顔と見られる奇妙な形が発見されたってね。きっと嫉妬ね。中国にはイケメンが少ないから。中国にイケメンが少ないって？霊夢丸朝鮮に続いて、中国にまで目をつけられそうだぜ。大丈夫よ。中国人は漢字で謝れば許してくれるわ。中華丼ビミってね。完全にふざけてるな。さっきの写真の人に怒られるぜ。ところでその後このソン・ジュンギさんは大丈夫だったのか？大丈夫よ。SNS でも盛り上がったんだけど、お化けもソン・ジュンギに惚れたのねってことで、これを機にソン・ジュンギさんは、またファンを増やしたそうよ。なんじゃそや？イケメンは何をしててもお得だな。次はこれよ。これはあからさまな感じがするな。結婚式の写真か？新婦の横が真っ黒になってるぜ。そうね、そこの真横にいるのは誰だと思う？そりゃあ新郎だよな。そうよ。そこに新郎がいたのに、カメラで撮っても、新郎が映らなかったのよ。どういうことだ？これも霊的な何かなのか？そうね。霊能者によると、この新郎の方に取り付いてる霊らしいわ。こんなに黒く。よっぽどの怨念ってことか？そうね、自丸した霊みたいなよほどの恨みがこの男性についてしまっているらしいわ。せっかくの結婚式が盛り下がるぜ。もし男性が過去に何か言えないことがあるなら新婦には話した方が良さそうね。そうだな。そんな過去もあるかもな。結婚式では結構心霊写真が写ってしまうことが多いの。
たくさんの人が参加するし、思いが錯綜しているからでしょうね。そうかもしれないな。それにしても真っ黒な霊が怖いぜ。次はこれよ。神社に子供が一人で遊んでいる感じか？そうね。鳥居をくぐって帰るとこね。一見穏やかに見えるけど、この中にヤバいものが映ってるのよ。ヤバい感じがしないけどな。もしかして子供のすぐ左側か？そうよ。拡大してみるわ。これは人だな。でも上半身だけしかないぜ。この人影は髪の感じからして女性ね。宙に浮いて、女の子を見ているわ。あまり怖くないっていうか、珍しく害を感じないぜ。そうね。これに関しては、害のない霊らしいよ。この子を微笑ましく見守ってる浮遊霊みたいね。そうか。よかったぜ。いつも怨念のこもった写真だらけで、怨念太りしてたからな。太ったの？ああ、怨念がくっついたせいで、体重激太りだぜ。勘弁してほしいぜ。マリサ、それは自己責任よ。何でも霊のせいにしないでね。次はこの写真よ。これはファッションセンターマルマ村の駐車場じゃないか？多分カラー的にそうかもしれないけど、そこはあまり関係ないわ。これは友人の車に何かあるのを見つけてとっさに撮ったものらしいわ。つまり見えてたんだな。ってことはヤバいものは、車の前にいるこの影なのか？そうよ。これこそがヤバいものよ。友人はこの中古車に買い替えてから、日に日に痩せていってしまったそうよ。そこで心配していた投稿者が、この霊が原因じゃないかということで、霊能者に見せたの。そしたらどうだったんだ？この霊は何らかの原因でこの車で、お亡くなりになった霊らしいわ。霊になるくらい恨みがあるとなると、ひき逃げとかか？可能性はあるわね。友人もこの写真を見てすぐに車を売ったそうよ。それで体調は戻ったのか？そこまでの情報はないけど、車が原因なら戻ったはずよ。よかったぜ。でも売ったってことは、その後また、市場に出てるってことか。そうね。買った車の前に何かいたら気をつけて。ひぃ、脅かすんじゃねえぜ。最初はこれよ。若いママと赤ちゃんが部屋の中で、楽しそうに関わってるシーンだな。そうね。これは旦那さんが撮影したものよ。ああ、じゃあなおさらいい写真だぜ。家族団らんってやつだな。この子が羨ましいぜ。なんで？マリサの家庭複雑だったの？そうだぜ。父はアル中で、母はジャニオタだったから、ろくに見てもらえなかったのぜ。そうなの。それは大変だったわね。ん？ジャニオタは別に良くない？嘘だぜ。むしろ退屈なくらい平凡な家庭だったぜ。それでこの写真のどこが変なんだ？特に違和感は感じないぜ。よく見て。この中に震えが止まらなくなるものが、映り込んでるわ。ヒントはママが映ってる鏡よ。鏡。うわ、わかったぜ。現物の方には何もないのに、鏡の中のママの顔のすぐ横に、誰かの顔が映ってるぜ。やばいなこれ。これやばいよね。このママにくっつくくらい近いわ。いやこれははっきり映ってるし、肩に乗ってるのかってくらい近すぎるぜ。これはここにいる自爆霊らしいよ。そしてこのママに関係する人っぽいのよ。ママに取り付く怨念とかなのか？この幸せそうな家庭をそっとしておいてやってくれ。大丈夫。霊能者が言うには害がない自爆霊だから、もしかしたらこのママのお母さんじゃないか。という話よ。死んだ後もこうやってたまに来て、可愛い孫を見に来てるということみたいね。おお、なんだか心温まる話じゃないか。一気に安心したぜ。いい霊なのか。序盤だからね。一旦ホッとするタイムを与えてあげたわ。次は容赦ないわ。ひぃ。次もホッとするタイムください。次はこの写真よ。大きいおじさんが二人写真に写ってるぜ。どういう状況だこれは？これは、水戸市の高校生が修学旅行に行った時の写真なのよ。だからこの前の二人は先生ね。先生が記念写真か？舞い上がってるな。修学旅行の先生の役割は夜に、男子が女子部屋に行かないようにすることだけだからな。昼は暇なわけだ。何その偏見。それ修学旅行の漫画によくあるやつだけどね。これは広島の厳島に向かうフェリーの中らしいわ。厳島といえば世界文化遺産だし、推古天皇が作った神社とも言われるくらい最古の神社ね。最近ではパワースポットとして有名よ。出たなうんちクレイム先生。もう厳島神社に関してはお腹いっぱいだぜ。この写真のどこがおかしいんだ？さっきから実は真ん中の女の子が気になっていたのぜ。それよ。その子の顔をよく見てみて。拡大するわ。うわ。これはどういうことなんだ？顔に顔が重なってる感じだぜ。そうね。顔が重なってるの。実は投稿者はこの女の子で、写真を見てすぐに、横を向いてたはずの自分から顔が出てることに気づいたの。そしてなんとこの顔は、修学旅行に来れなかったクラスメイトだったのか？違うわ。マリサ、話の腰を折るのはやめて。あ、違うのか。悪かったぜ。自分の顔に非常に似てたらしいわ。自分の顔に？どういうことなんだ？霊能者が言うには幽体離脱ね。
この時期の子にはたまに起こることもあるらしいの。ああ、ザタッチだな。幽体離脱って。ふざけてるの？ふざけ半分だと呪われるわよ。ひえ、ごめんだぜ。この子は霊体が抜けやすくなってるみたいだから気をつけないといけないらしいわ。霊体が完全に抜けたらどうなるんだ？お亡くなりになります。それはやばいな。ちょうど抜けかけたところが写真に写ってしまったわけだな。厳島のパワースポット的な力と関係あるのか？いや、これに関してはこの子の時期的な問題みたいよ。おじゃあ気をつけれないんだな。抜けないようにな。普通の釘じゃなくて、スクリュー釘使うんだぜ。釘？何の職人の話？次行くわ。グアムに社員旅行に行った時の写真なんだけど、とんでもないものが写ってしまったのよ。二人で写ってるのは社員同士か？仲いいな。違うわ。この女性が会社員で、この男性は、現地のバスの運転手らしいわ。すぐにわかると思うけど、もう見つけてる？足元は暗くて難解そうだけど、わからないのぜ。ヒントはこのバスのフロントガラスの中よ。何かいない？白いものがあるなぁ。ってこれやばいな。顔だぜ。顔があるな。そうよ。白くてもやっきてるけど、確実に顔があるわ。投稿者はこれに気づいて、霊能者に見せたらしいわ。おう、そしたらどうだったんだ？グアムのこの場所に着いた時に、ちょうど現地でお葬式をしていたらしいの。その亡くなった女性の霊が浮遊していた姿が、映ってしまったらしいわ。ああ、なんかそんな感じがするな。浮遊霊ってことか。この女性や男性には危害を与えるつもりはないらしいわ。よかったぜ。グアムから連れて帰ってきて、日本の人口増やすなよな。そんな人口の増やし方はごめんね。次行くわ。次はまた修学旅行での写真よ。おお、元気な JK だな。場所はどこなんだ？これは京都に行った時に撮ったものだそうよ。この時仲良し3人組で回っていて、先生が撮ったものらしいわ。3人組ね。ずっこけ3人組的な感じだな。違います。ずっこけ3人組知ってる人少ないと思うわ。昭和の少年向けの本。まあいいわ。そうよく知ってるな、さすがうん。あれ？ 3 人組って言ったよな？そうよ。仲良しの3人組だそうよ。1、2、3、4、4人いるけど。見つけてしまったわね。それがこの写真に写ってしまったやばいものよ。ひえー。なんかこの見つけ方、心臓に悪いぜ。突然来るな。右側の女の子の後ろの子だな。そうよ。この子の背後についてこちらを見ているわ。それじゃあここを拡大するね。うわ。なんかこの霊、手を女の子の肩にかけてないか？そうね、もたれかかってる感じね。これもしかしたらこの子についてるものかもね。だったらやばいな。京都って昔からの街だから何か連れてきてしまったのかもな。髪が長いから女性ね。京都。じゃあ、紫式部かもな。いや絶対違うわ。とっくに成仏してるでしょ。最後はまた修学旅行の写真よ。本日3度目。修学旅行好きだな。修学旅行って写真撮る機会が多いし、多くの人が写真をチェックするでしょ？だから心霊写真を見つけやすいのよ。その言い方だと、本当は心霊写真はもっとあるけど、みんなが見つけられてないってことになるな。その通りよ。マリサの学生時代のアルバムよく見ればたくさん見つかるかもね。やめてくれ。アルバム見返したくなくなるぜ。ふふ。それでこの写真にもヤバいものが写ってるんだけど、マリサ気づいた？これは人が多すぎるぜ。ヒントもらっていいか？いいわよ。真ん中後方をよく見て。それでもわかりづらいな。真ん中の男の子にの後ろに肌色のものがあるな。まさにそこよ。この男の子の後ろに2体ほど霊が映ってるわ。2体も？やばいな。確かに両側に何か見えるぜ。ここを拡大するわ。それ？うわ。2体いるな。右側の顔は半分消えかけてる感じ。怖すぎるだろこれ。そうね。両端に囲まれてしまって、まさに両手に花ならぬ両肩に霊ね。おいおい、何こんな状況を、うまいこと言おうとしてるんだ？この子が狙われてるのか？そうね。この子にターゲットを絞ってる感じがするわね。でも霊能者によるとここの場所の浮遊霊らしいわ。浮遊霊がたまたまこの子の両脇に来てしまったわけか。きっと霊感の強い子なのかもな。そうね。霊感強くて、見えやすい子だと、それを霊に気づかれて、近寄ってくるって言うからね。この子は悠々白書の桑原的なキャラってわけだな。だからなんで霊感強い子を悠々白書の桑原に例えるかな。せめてブリーチの黒崎にしてあげて。